株式会社、野口直彦研究所は、石川県小松市にある、日本誌メーカーである。現代の名工として表彰された、野口直彦が当時を務める。2017年11月、現代の名工にも選ばれた、能登当時4天皇の野口直彦が当時として復活。社名は、野口直彦の酒造りにおける匠の技術、精神、生き様を研究し、 次世代に継承することをコンセプトとして、野口直彦研究所と名付けられた。働きやすい環境を目指し、野口自らが図面を描き、それを株式会社カフェの森井義幸が設計している。一から新設された酒蔵は、まさにこれまでの野口の酒造りの集大成であり、社員寮まで完備する通り想的な設備が整う。総合プロデュースは、大阪府大阪市にある、 スーパープロジェクト株式会社が担当。開業プロジェクトには、大日焼き作家の11代、大日長左衛門がアートディレクターとして、建築、内装、商品などのディレクションを行った。ロゴコークは、野口直彦の頭文字である、のの字をかたどりながら、聞き酒で使うおちょこの、蛇の目をイメージしたデザインとなっている。酒蔵は、 石川県小松市観音下町という山に囲まれた場所に位置し、名前の通り33体の観音菩薩の石像が祀られた山のふもとにある。蔵内にはティスティングルーム、森山ギャラリーが併設。森山は裏千家ゆかりの小松市にちなみ、茶室をイメージしたサビ空間。日本酒を敷地以外や温度地以外によって楽しめたり、地元石川県のおつまみと楽しめる。 12席限定で窓からは、田園風景が見渡せる。ギャラリーでは、野口直彦のこれまでの生き様を時代を追って展示。どちらの部屋からも、醸造室を見ることができ、今までとは違った、新しい酒蔵見学のスタイルを築いている。2017年12月26日に、初めての日本酒である、野口直彦研究所本醸造酒を発売。その後、 2018年1月16日に、野口直彦研究所純米酒、2018年1月26日に、野口直彦研究所産廃純米酒、2018年2月21日に、野口直彦研究所産廃銀城酒、2018年3月26日に、野口直彦研究所純米大銀城を発売した。これらは、野口五歳シリーズと呼ばれ、 石川県の伝統工芸で定義されている5つの色彩を基調としている。クラウドファンディング幕開けで支援を募ると国内クラウドファンディングにおける日本酒ジャンルの資金調達額で最高記録となる2000万円超えの調達に成功。また、ふるさと名品オブザイヤーではクラウドファンディング部門賞を獲得。2018年11月、 同社は野口当時が2015年の引退前に、勤めていた、野口酒造を相手取り、日本酒などのラベル表記に、当時、野口直彦の名前を使用しないよう金沢地裁に仮処分を申し立てた。2019年5月30日、地裁は申し立てを認める仮処分を決定をした。日本酒の未来、名光が紡ぐ懐かしき未来の味石川県、野口直彦研究所探訪機。 グクジパン、2018年4月15日閲覧。野口直彦研究所。スーパープロジェクト株式会社。2018年5月9日閲覧。日本酒の未来。栄光が紡ぐ懐かしき未来の味石川県。野口直彦研究所探訪機。グクジパン、2018年4月15日閲覧。伝説の当時、野口直彦84歳が、最後に挑む酒イノベーション。 フォーブス、2018年5月9日閲覧。新因、酒蔵見学、セットで体験日本史の野口直彦研究所。日本経済新聞。2018年5月9日閲覧。話題の新雪像。サクタイムズ、2017年12月26日、閲覧。酒造りの神、野口直彦の酒が復活。婦人画報。 2018年1月19日閲覧。酒造りの神様、当時の野口直彦さんが再始動。待望の新種を続々リリースします。ペンオンライン。2018年5月9日閲覧。ふるさと名品オブザイヤークラウドファンディング部門。ふるさと名品。2018年5月8日閲覧。酒造りの神様ラベルに名前使うな金沢地裁が。 仮処分、朝日新聞デジタル。朝日新聞デジタル。2019年6月25日閲覧。ありがとうございます。